ヒストリッシェブルストキュッヘは、ドイツにあるレストランである。ヒストリッシェブルストキュッヘ、ヒストリッシェブルストクフル、ヒストーリッシェブルストクーヒエル、歴史的ブルストキュッヘ、史的なブルスト台所とも表記される。単に、ブルストキュッヘとも言う。バイエルン州、レーゲンスブルクの石橋の近くに位置する。レーゲンスブルク市のウェブページによれば、世界最古の創生時点であるとされている。 炭火で焼いたソーセージ、ブラートブルストが主な商品である。店舗の建物は1320年の支壁の一部を利用している。レーゲンスブルクの観光地の一つにもなっている。メニューの一例1135年から1146年にかけてドナウ川に石橋が建設された際に工事に従事する労働者のためにソーセージが焼かれたことが ヒストーリッシェブルストキュッヘの起源であるとされている。文書の記録としては1615年のものが確認されている。かつては茹で肉を扱っていた時期もあったが1806年に焼きソーセージに置き換えられたと考えられている。1806年は現在の所有者の家族によって霊ンスブルク州からレストランが買い上げられた年である。西へ50メートルほど行ったところには 石橋やブリュッケントルム博物館の他にザルツシュターデルがある。ザルツシュターデルは塩を貯蔵するために作られた倉庫であり、1616 16年から1620年にかけて建てられた。南へ200メートルほど行ったところには、レーゲンスブルク大聖堂があり、そのさらに150メートルほど先には、ノイップファル教会がある。ありがとうございます。